はい、皆さんこんにちは、超マジックです。今日はね、6月の21日日曜日でございますね。ただいまこちら東京ディズニーランドのね、前にいます。エクスピアリの横ですね。今現在ね、散歩でここ通ってたらですね、なんとね、いろんな音楽聞こえるんですよ。このエクスピアリのね、すぐ真隣にはですね、ジャングルクルーズがありましたり、あとリバ鉄ですね、ウエスタンリバー鉄道がね、横通ってたりするんですけれども、すごいね、今日はね、音が聞こえるんですよね。ということで、まあ、今ね、休園中なんですけれども、中ではね、たくさんね、練習をしているんだと思います。ということでね、まあ、久々に今日はですね、リバ鉄とかね、音楽聞こえましたので、少しだけですけれどもね、皆様にご紹介していきたいと思います。皆さん聞こえます？リバ鉄が近づいてきました。久々に聞きましたね。いや、もうこれを聞くだけでもめちゃくちゃテンション上がりますね。今多分この辺通ってますよ。音聞こえます。多分ポッポーってなりますよ、そのうち。まあ、多分この辺。はい、ポポ。うっすらですけど、スモアの音も聞こえます。はい、ということでね、いや、まだまだね、再開の情報出ないですけれどもね、まあ、こんな感じでパークの中ではね、もう結構準備進めてますから、近々ね、発表されるんじゃないかなと思います。ということで、今日はですね、これで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではジョマジでした。バイバイ。